猫猫こんばんは。あ、XMI よ。ゼロスリーだよ。おっ、第一人目のお客様でございます。ありがとう。ゼロスリー。いやー、ゼロスリーやるの。あの大会、全国大会以来だな。1ヶ月近く空いちゃった。1ヶ月じゃないか。3週間くらいか。ああ、まあでもちょっとやってたら、ジェットユームなら戻ってくるであろう。お、お、猫猫来てくれた。大戦、ありがとう。来てくれて。あ、高娘さん、これ1分で。あのね、さっきやってた1分のやつはちょっと、あの、マイクテストとかいう感じです。どうしよう。猫猫何使ってほしいとかある。とりあえず、なんですか。なかなか難しいキャラを。なんでも動きが面白いよね。よっしゃーとか言ったりとかして。なんかすごい遅く感じるんだけどな、気のせい。強すぎてそんなもんだっけ。設定がおかしいよ、私。なんかすごい遅く感じるな、気のせい。1分で終わりの配信とかやってるね。あ、バスターさんこんばんは。今日はすいません、ゼロスリーやってるんです。対戦会なんで。桜を見せてしまった。ごめんなさい。猫猫何使ってほしいとかあったら、チュンリー使った方がいいならチュンリー使うし。あ、マルチさん、おー、こんばんは。よし、これはごめんね、フィニッシュ脱線だ。ステーキ話、ステーキね、美味しかった。もう語彙力があれなんですけど、美味しかったね。院長、これでね、なんかね、大阪のね、堺の方にある赤レンガとかいうお店で、なんでもいい、妖怪赤レンガとかのお店でね、すごいね、なんていうの、おしゃれな、もう なんて説明したらいいのかしら、レンガ作りの、もうなんかやばい、対戦しながらできない。ごめんねをこう食らうために来てくれたような人だと思ってる。ステーキマジ美味しかったよ。あ、ヨロロクさんこんばんは。わー、 XI が続々来てくれと。
私が飛び込むからごめんねして、宮地さん。てか宮地さん見てないかな。宿ったらあとは準備はもうごめんにしないといけない。甘い忘れてるよ全然。ガチャッ。やばいやばいやばい。ああやめたー。そう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 。笑う。で割る引き屋根とかね、確かになんかこうあれよね、3匹の小豚の 悪いやつじゃないですか。赤レンガで割る引き屋根、そうそう、ちゃんとね赤レンガ作りでね、やっぱりクールコースで最初にこうお肉の焼き加減はとか聞かれるので、ね、私はじゃあレアでお願いしますとか言って、でなんかみんな9人で行ったんだけど、レアで頼んだの私だけで、ちょっと肉食系ねとか言われてしまって、みんななんかミディアムレアとかお店の人のおすすめで選んでいて、そうでね、スープが来て、あとなんか最初のあれ、あの前菜カクテルシュリンプのなんちゃらかんちゃらとかいう、ちょっとなんちゃらかんちゃらをしっかり覚えてないんだけど、そう、そのあれ、私ね実は魚介類あんまり好きじゃなくって、あれエビがね実はあまり好きじゃないんですよ。エビとかカニとかイカとかそういう系好きじゃないんですけど、でもね、あのそのカクテルシュリンク、まあエビさんだったんだけど、プリップリでね、なんか臭みが全然なくてね、めちゃくちゃ美味しかった。さすが肉略、そうですね、肉食なんでね。そう、あのこのあれが苦手な、エビとか苦手な私でも美味しいなとか思って、その後はね、あれコンソメジュレの入ったポテトのビシソワーズ冷製スープとか出てきて美味しいね。でも私ね思うんだけどね、ああいうフルコース系ね実は苦手で、あの昔の人間なんでね、あれ給食の三角食いがしたい人なんだよ。パン食べてこうおかず食べて、であのあれパンスープ食べてみたいな感じで、好きなタイミングで好きなもの食べたい人なんだよ。だからちょっとなんか、あ、一個一個食べなきゃいけないのねとか思って、なんか途中でこうスープを少し残しておいたの、後でスープもちょっと飲みたいなって、お肉食べながらスープ飲みたいなとか思ったら、お下げしますねとかお下げされちゃって、ああの まだ飲んでますとか言ったらみんなに大爆笑されちゃって、ブルクさん最近スト2のアスト6のチュンリーを見るとマキさんに見えて、どういうこと、スト6のチュンリーのこうあれって、そうよね、リアルの写真みたいなチュンリーよね、綺麗なチュンリーだけど、え、なんで、あれ私似てます、スト6のチュンリーじゃなくて、あれ、あの私が6やってほしいとい こうエボロクさんのお気持ちがなんとなくこう思い出してしまうような形でございますか、どっちかしら。スト6のチュンリーね、なんかね、あれね、チュンリー感がないんですよ私の中では、別人に見えてしまって、あのどちらかというとサード、あと使用感もさ、こうサードのチュンリーっぽくないですか、あのなんかなんだっけ、戦列近くじゃなくて、なんだっけ、宝玉線か、宝玉線なんでしょ、戦列じゃなくて、ためのじゃなくて、お、アニキンさんだ、セコイぞと言われる、こんばんは、セコイぞ言われている、あれか、エボロクさんがスト6に私を口説いてるということでセコイと言ってるのか。あ、アニケンさん昨日はお誕生日おめでとうございました。そうだね、10月9日よね。あれはね、昨日ってあのそういえばダンボールさんもね、お誕生日だったみたいよね。10月の9日はスト2勢の誕生日が多いのか。こんばんは。
てないし。ボタンを忘れてしまった。来い。マルチさん、あなたいい人ね。とてもいい人ね。きっとここで徳を積みました。更新すればよかったか。あれか、くれたかったんだね。くれたかったんだね。私は知っている。バスターさんの時のカラオケ大会。いいっすね。あのね、ちなみにバスターさん明日からね、10日間アメリカに出張らしいのでね、私しかいないんですよ。ゲームやり放題だぜ。そうそうそう、あの猫そうなのよ。挑発ね、上のタッチパネルだからね、こうあのとっさに出ない系。受賞です。牧病院に見てもらわないと。私は受付だけだからね、あれ見るのは先生ですよ。おじいちゃん先生ですよ、もちろん。そうそうそう、アメリカに出張でもね、あの前回はあのフランスに出張だったわけですけど、フランスに出張で例のフランス勢からね、手厚い もてなしを受けてたわけなんですけど、今回はなんかあれ、一緒にいる人がいるから、ゲーゲー戦はいけないとか言ってて。わかりました。足の爪足の爪がアップを始めました。後ほどゆっくりと計画に。あ、 X ゲーマーさん、あ、こんばんは。ハロー、スラムオール、サラムオール。おー、海外からも見に来てくれてるよ、嬉しいよ。接待してくださいよ。ただね、今週末はね、14日の日はね、ちょっと03勢の懐かしの人がね来るからね、あれなんですよ、なんかあの03同窓会的なことを土曜日してるのよ。あ、マルチさんがなんか段とか使いやがった。あれか、なんか必勝ブライケンとかそういう系をやりたい感じなのかな。あごめんね、ボタンが上のタッチパネルっていうのかな、あのなんでね、すごいやりにくい、とっさに出ない。そう、高田爪さん、この前私負けたしね、普通に。エンパラでやってもらった時に、対戦してもらった時に、いやー失敗。
そんなのもあったね。お、そうね、投げのやり方覚えてる？アニケンさん、ボタン2つ以上ね、パンチボタンを2つ以上よ、覚えてる？アニケンさんとかもな、ゼロスリーやってみてほしいの。ゼットリズム戦だと本当すごいうまくできると思う。ただあのキャンセルスパコン の, あのタイミングがボタンとかコマンドがちょっと違うかもしれない。もしかしたらその辺剣使いの人に聞けば分かると思うけど。こんばんは、三重師メンバー。主に三重師を、残儀三重師を知ってらっしゃる。アニケンさんもね、前スチーム版のアニコレを買ったって言ってたから。やってみていただきたいな。サードよりもね、多分ゼロスリーの方がね、スト2に近いと思う。動きが、動きっていうか。お、ゼット残儀で遊びます。いいですね。ナイス。X ゲーマーさん、ナイスよ。ゼット残儀 is very, very, こう、ストロング。ねえ、高野爪さんも普通にゼット残儀強いし、うまいし、うまかったし、負けましたし、私負けましたわ。ブロックさん、私ゼロスリーとストツどっちを取るのって聞いてみた。どっちを取るの、アニケンさん。どっち取るの。マルチさんは何をしたくてあなた団なんですか。チュンリーでこうあれよ、ごめんねフィニッシュ合戦しようぜよ。忘れてんな、すごい。してもらいたいです。あ、またチャット欄がおかしくなったな。なんかなんでこう前のに戻っちゃうんだろうな。おかしいね。どういうこっちゃだろう。お、猫チュンリーいいね。チュンリー使おうぜ。チュンリー使い増やそうぜ計画。チャット欄がバグって見えない。ちょっと待って、 YouTube の方を見に行くべきか。あ、ほんとほんと、さすがさすがアニケンさんだ。やった。ちょっとね、なんでやねん、ほん
ま、ほんまなんでやねんだ。このチャット欄読み通し、MS さんも来てくれた。おー、珍しい、03やってくれるの。ねえ、そうそう、プレステ版だとね、猫猫もね、やってるんだね。あ、チャット欄戻ったかな、これが正しく。チュンリーはチャージ飛行券とモーションどっちがいいでしょうか。うん、どういうことだろう。チュンリーはチャージ飛行券とこれ？これのことじゃなくて、さんもプレステ版でやりましょう。やってほしい。ちょっとラグがあれかもしれないけど、剣とモーションってどういうことだろう。おおお、いいっすね。ま、MS さん来てくださってありがとう。うん、いや、あなたはやんなくても強いタイプだから大丈夫よ、大丈夫よ。なんだっけ、 X ローズだっけ。あ、 Z ローズだ。そしてマルチさんがキャラセレを迷っている、どうしようみたいな。いろんなの使うからな、ブイバリとかもな。おお、ドレントも使うんだ、すごいね。そう、プレステ4の方もね、やっぱりプレステのしかやってないプレイヤーの方もいるから、うん、楽しめると思いますよ。ね、ニケンさんもやってほしいな。チラ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 。あれよね、月額課金しなきゃいけないもんね。そしてね、いや、なんか MS さんちょっとちゃんと動けてるじゃん。 それっぽいよ、ちゃんと。やっぱりあなた気持ちいいよね、ほんとね。お、それっぽい、それっぽい、それっぽい。おお、やるね。おお、やるやんね。え、やっぱり MS さんはほんとあなた格闘技力あるし、褒めたらこれだよ、褒めたらこれだよ、こいつね。あ、キヨモさん、こんばんは。くださってありがとうございます。ワンちゃんのアイコン、アイコンって絵文字。やっぱ清美さんちょっとワンちゃんよね。あの、今とかね、かわいい、あの子ね、かわいい、すごい綺麗な猫猫。まあ、のんびりとのんびりと行きましょう、のんびりと。
X デーの人もね、03をやってほしいな。 Z だけでね、 Z だけやったら本当平和に面白くいけると思うよ。清本さんもどうですか、03とか。うん、そう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 、NS さんがね、そう、このね、NS さん、03もね、強いんだよね。あの前、ジャイさんがやってたジャイリサの03の大会でも、うん、出てたりして、出てくれたりね、してたもんね。で、なんか、03ガチ勢の V ダルかな、に X ローズで勝ってたもんね。ピカンってこう、光った。オリコンで光った瞬間にスパコンとかすごいのをやってて感動して切り抜き動画作ってアップしちゃったもんね。お前さ、老子なんだ。X じゃなくて Z にしたの、お前さん。てか、なんでローズだったの。あっちでは龍拳使いなのね。っていう件じゃないんだ。山さん、ちなみに バイソンはこのゲームすごく弱いんで、おすすめはいたしません。やってくれるとしたら龍拳とかがいいかな、やっぱり。ああ、好きなゲームでしたってことは、清本さん前もやってらっしゃったのかな。ねえ、そうね、やっぱエッパでね、エッパが見つかって嫌になってやめちゃったって人多いよね、やっぱね。うん、梅ちゃんもね、Z 同士の03はもう神ゲーだとか言ってくれてたし、ほんとそう思う。ねえ、エッパでね、ダメにしたゲームってとも言えるかな。ね、惜しい、残念だよね。ギブアップだ。あ、それいいね。やっぱね、見てる間すごい辛いもんね、長時間ね。冷静だったらもうあれ、なんかあれ、ごめん、ちょっと本気モードになってる。いや、老子だけじゃね、通じなかった、さすがに。通じなかった、どうし、私のこととか一瞬思ったかもしれない。そう、ゲーセンではね、そう、03のエーパが見つかったあたりの頃はゲーセンでエーパが始まると相手をこちょこちょしに行ったりとかね、してました。相手に電話をかけるとかね、でこう動揺させてエーパを落とすみたいな、そういう。ただし電話番号を知ってる相手のみなんですけど
つまりそんぐらい、そんぐらい親しい人じゃなきゃできないってことよ。ゲーパーされてさ、こう、そうそうもしもしゲーパーされてさ、いいね、シュールだわ。あれですね、ダメだ、忘れてるよ、飛びすぎだ飛びすぎ。ねえ、懐かしいよね、ゴーチョンさん。エーパされてさ、エーパされてさはしないけど、そこはエーパされてる相手に電話をするんですよ。こうね、あのタグモさんだっけ、地球さんが V ソドムでエーパしてる間に相手の誰かが電話をして、タグモさんはいつもなんかポケットに電話を入れてるからバイブがブルーってなって、うおーとか言って落としたりとかして、ただあれよね、電話をポケットにしまう人じゃないと通用しないってことよね、多分ね、そういうことよ、カバンに入れといたら意味がないじゃんみたいな。あー、寒いんだか暑いんだか分かんないね、対戦してたらすごい暑くなってくる。猫がいろんなゲーム、いろんなキャラを使ってみている。お、うまい。モンテ勢のエーパ合戦。モンテ勢はね、あのモンテ03勢はかなりエグいエーパをね、みんな知ってましたからね。エーパ合戦してたか。あれはあれでね、みんなでお互いにエーパするんだったら楽しいんじゃないかなと割り切ってね、思うけど。お、アドン好きなんだ、エボロクさん。で、アドンね、アドンを使ってエボロクさんを、あれですよ、エボロクさんがアドンを使ってプレイしたらどうですか。アドン強い人な、いたんだけど昔、うん、すごいかっこよかったわ。住むシャリという03初期勢がなんか仕事でこっち来るみたいで、03初期勢プチ同窓会しようって今企んでまして、いろいろ声かけてるんだけど、牛さんとかハルさんとかね連れて、ネオスリー君とかね、なんか町なしさんとかも声かけてくれるみたいで、ね、楽しみだな。10年ぶりぐらいでもなるの変な。確かに私の結婚式二次会にあの辺は来てくれて、そこ以降あったっけ、なんか大体1回ぐらいあったかな。富士さんが竜、ああそうね、うん、マリオパンチ、そう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 、ずっとマリオパンチしてるのをずっと眺めてた、うん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 、そうね、富士さんもね、最初は Z でいい子だったのに、だんだんエグいことをするようになってしまいましたね。アテナって、あ、なんか入ってる時ありましたよね、03ね。あれ、どうせあれエンパ、エンパだっけ、エーパとエンパラを今間違えた、頭の中がちょっと、なんかがデスタルト崩壊を起こして
エンパラがエンパになってる。アテナがね、あれちょっと記憶がおかしいんですけど、なんかこう、あれはエンパラだっけ、アテナも03に入ってたのかのような気が。あ、03じゃなくてあれカップレスだっけ。やばい、ちょっと記憶力おばあちゃんが発動したよ。まああってもね、でもね、ゼロあれ X でみんなでね集まる週末はね、やっぱ X にした方がインカムも上がるから、お店のためになるだろうし、ゼロ3はねワンコインワンクレーが長いんですよね、とてもね。X はすごいサクサク終わるもんね。あーそうですよね、うん、エンパラのね最終日、あ最終日じゃなかったか、そうそう、あのアニケンさんとかね、あの鷹の爪さんとかね、あの辺みんなね、エボロクさんもやってくれたっけ、あ違うや、マサ兄さんがやってくれたね、そうだね。あーマルチさん失敗したね。今度はいった。なんかたまに変なゲームやりたくなりますね。あの X メンバー VS ストリートファイターとかもめちゃくちゃなゲームをやりたくなる。あれチュンリーとキャミリーであのタッグでやってたんですけど、なんかあこれ終わりってことかな、了解ありがとうねマルチさん。チュンリーキャミーのタッグでやったんですけど、なんかサイクロプスだっけ、なんかあの辺のキャラになんかエイパされまくって、もう50円がもうほんと10秒くらいで終わってしまって、なんだよこのクソゲーとかも思った記憶が。対空のタイミングとか忘れたるよ、これ使ってよかったかな。分かった分かった、あごめんあれか、あれをしたかったんだね。分かった、気持ちが伝わった、ごめんね、入手したかったんだね、すいません。あ、人間側ね、ストリートファイターの方ね、人間側そうね、弱いですよね。そうだね、人間がね、やっぱね、確かに竜とかも弱かった気がするね。人間側って言い方いいな、なんか X 面じゃなくてストリートファイター側ね、うんうん。逆だし、マーブル社がいろいろ口出して、あ、そうか、そういうことか、そういう大人の事情か、強くしろみたいな、マーブルキャラを、こっちのね、マルチさんありがとう、対戦、楽しゅうございました、あざます、うちのブランカを、おじ、ブランカか、じゃあ、どうしよう、じゃあ、ベガとか使ってみよう。ベガー。
マキベガとかシュンリーと同じことしかしないって言われてましたよ。入らないんだ。へえ。マキさんがチューリー以外使うの初めて見た。マジマジ。たまにもうさくらとかキャミーとかなんかもうほんとたまにだけどこう遊びで使いますよね。え猫さんいろんなキャラ使ってるよ。ほんといろんなキャラ使ってみてね、楽しいの自分に合うの見つけるといいね。あ、本当面白いんだ。面白いなら使うといいと思うよ。キャラ性能は本当に二の次でやってて楽しいキャラがやっぱりね必要だと思うの。あー繋がってないよ。本当やってて使ってて楽しいキャラとかやっぱりしっくりくるキャラがいいと思うのよね。でね、お、清山さんが現れた。清山さんだ。清山さん、どうしよう。私何使えばかしら。じゃあ、とてもこう見応えのない桜を優しくしますよ。大丈夫。私の桜優しい。コンボできないから優しい。難しい。桜全然私の桜といけてない。
当たる当たる当たる、こんな当たるんだ、たくさん当たった。なんか終わったかなと思ったら死んでたみたいな。そっか、動きやすいか、うんうん、何より、あ、いいことだよね。じゃあ向いてるんだよ、ブランカが、ブランカが呼んでるんだ。じゃあブランカをやってみよう。そうだ、前転かってひらめいたさかそうね、めくりループのね、拒否にね、前転を、あのね、地上受け身をね、やってみて、で、あれよね、それ二択だもんね、地上からもね。レナドニアさん、そうそう、ボーチョン、カス当たりと思ったらすごいことになっちゃった。痛かったわ。レナドニア、ヘローフロム、あ、フランス、マキ、アンフィアクザ、おお、センキュー、レナドニア、ハロー。やばい、もうね、英語で勉強しようかなと思っちゃった。この間のあれ、フランス勢がね、X のフランス勢がいっぱい来てて、うん、あれよね、会話がしたかった。すごく、あのナシュカさんとかとさ、どういうきっかけで DJ 使うようになったのとかね、どういうきっかけでストツ2人とも、兄弟でやり始めたのとか、そういう話をねしたいんだけどね、もう言葉のあれがね、ダメだったやっぱりちょっと医療事務講座の勉強終わったら通信教育であれしようかな、英会話通信教育を やりたくなるね。ね、ダヨシ君とかね、楽しそうだもんね、海外で普通にしゃべれてね、羨ましいよ本当に。ダヨシも、あ、大変してて、まず暑いね、まあ、扇風機に回してるけど、昨日とかめっちゃ暑かったけどね、寒かったけどね、結構涼しかった。おー、いろんなキャラ、清間さん、あれなんだね、ベガ使ってたのね、バイソンじゃなくてね、そっかそっか。お、NS 兄貴のあれじゃないか、それ。おー、チクパン繋がってなかったけど、チクパンやってた。おもろい、それは良かった。おもろいのが一番よ、やっぱり対戦しててね。お、やる、お、やるなぁ、チクパンやりよった。まだあるよ、キヨマさん、まだある。おー、なかった。 MS さん、本当はでもね、気をけだな。何を使うべきでございますか。あ、キャラ的にあれかな、キャラ相性が良くないのかな、ブランカと。どうしよう、何を使うべきですか。じゃあちょっとナッシュとか使ってみようか。帰ってきちゃった、危ねえ、やーん、あー、ピューし、お前ピューな、違うわ危ねえ危ねえ、めぐらさん強いよ。え、配信してるよ、お帰りなさいまし、早かったね。
ててにゃーって猫もなんかかわいい、にゃーっていいな。怖いっすよ。あ、ノーマルトさん、こんばんは。どうも。今日はゼロスリーをやってます。ゼロスリーのあれですわ。サブキャラで遊ぼう大会みたいになってる。こういうキャラも使ってるの。ユーニ。あ、惜しい、カクカク。じゃなかったっけ、違うような気がする。あ、分かった分かった、パンチのあれだ、ベガを召喚するやつだ。そうそうそう、キャミー系のキャラなんですよ。声が同じという。ペガもこうやって召喚できるのよ、一応。ブランカー、かわいい、ブランカーって。さあ、マキシリーズもキャラが終わってしまったな。じゃあ、あ、マキシリ、カリンがいた、カリンがいた。何の見どころもないカリンですけど、上司を戦え、そうそうそう、イエスサーとか言いながら上司が出てくるの面白いよね。なんだっけ、なんだっけ、なんかいたよね、なんだっけ、ヴァンパイアだっけ、なんかのキャラで、キャラなんだ。なんか聞いたことあるなとは思った。
ガルフォードのワンちゃん、あパピー、あでそれでガルフォードってキャラがあれか、あの本体で、あ鋼さんこんばんは、お晩です。で本体でこのパピーっていうキャラをあれね、あの召喚してあれか、あの攻撃する感じか。なるほどなるほどなるほど。あ、清本さんありがとうございました。対戦ありがとうありがとう。たまには03もやってほしいな。そんな言わずに戦ってくれよ、ちゃんとフォローするからさ、フォロー給料上げてくれみたいな。ありがとうございました。たまにやってほしいな。使ってる、いやみんなで変なキャラ使ってるから変なキャラ使ってていいじゃないか。 MS さんも変なキャラ使ってる、なんだっけ、ロレントとか使ってるよ。あ、いた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 、変なキャラ変なキャラ変なキャラ、変なキャラで平和な大会戦いをしております。なんだバースデーさんもこんな時間に帰ってきちゃったので、4時帰ってたから10時半ぐらいまではあれ配信して遊べるかなと思ってたのに。ネコネコはブランカー気に入ったみたいよね。ネコちゃん、やっぱね、好きなキャラ使ってて楽しいキャラを見つけてそのキャラで遊ぶのが一番だと思います。なんで頼れるレベル1、本当はね、そうこのロレントのレベル1とかやっぱ強いんだな。あれね、あのあとはあのなんだっけ、ソドムのレベル1とかめちゃめちゃはいはいはいってやつとか強いよね。ユーリとユーニ、あとはスト4のディカプリかな、サミーと同じシャドル少女隊。あ、スト4にもシャドル少女隊にいるんだ。ディカプリ、それは自分のキャラなのかな、自分で使えるキャラなのかな。なんかこう、セックスのエンディングにこうキャミーのエンディングに出てくる後ろの3人ぐらいの女の子とかも、あの辺も使えるようにならないかなって思ったけど、なんなかったね。あ、エヴァロクさん、エヴァロクさんがバースターさんお帰りなさいませ、パソコン買ってくださいね、パソコン買ってほしいね。これはひどい、どうしようどうしよう、何を使うべきだ。桜ぐらいしか使えないのか、使えるというレベルじゃないけども。プレイアブルキャラなんだ。優しい桜。
と強いドレーンとね取引だからね分かりにくいよね動きが。ディカープリキャミーそっくりだけどシャアの仮面見た。そんなキャラいるんだ初めて。優しすぎる桜。ずっとスティックピョンでビョンビョンしているとこしか思い出せないロレ。スティックビョンビョンね。どうしよう。いやなんか今チラッと見えたんだけどブランカの先生みたいな人が現れたよ。ブランカメインの人が。先生みたいな人がね現れたからウルトラブランカさんという名前からしてもウルトラブランカでしょう。バグった。だいぶ前の私の画面からはだいぶ前のチャットが表示されている。ごめんなさい、ちょっと最新のコメント拾えないと思うけど。あ、エボロクさんのあらまたチャットがっていうあれはコメントは見えた。戻った大丈夫ありがとうございます。最新のあれがチャットが来たら戻るのかな。これそうあれこのさチャットさっき見たよなって。あ、なんか使ってきたから順次使います。この人には普通にやらないと勝てない。
え、ウルトラブランカさん、分からんねえ。迫力が足りんかった。ブランカはマリオンパンチみたいな、マリオパンチみたいなマネ。そう、ちゃんとつながるグランドシェイプ。確かにつながらないんだっけ、 X は。地に足のついたチュンリーそう、あんまりね、飛ぶとね、ブランカ戦飛ぶといいことがないんですよ。空中戦強いから、向こうは。初手の打ち上げヒット時なら相手が着地ギリギリに巻き込むとフルヒットするが、ああ、そうなんだ、なるほどね。あ、鋼さん、そうか、あれだもんね。あ、了解さあ全力で来い。了解。漏れちゃった。うん、ブランカね、強い人、東京のカヤマンとかね、このウルトラブランカさん、名古屋の方だったかな、ね、すごい久しぶりに対戦したんだけど、私も我生きとったんか我生きとったんかそうね、あの03のブランカは、うん、X のブランカ使いよりも、あの希少かもしれない、まれかもしれない。あ、チュンリーを使ってしまった。ケツを書かれた。
ところはこれくらいにしてあげてください。はい、ありがとうございます。いいね。今日のところはこれくらいにしてあげてくださいって自分で言うのいいね。かわいい。私も使おう今度から。アニキンさんとかに。今日のところはこれくらいにしてくださいって。そうそうそう、羽をじりながら尻ポリ。そう。すごく挑発らしい挑発だと思います、これは。尻ポリ。本当ね、挑発らしいよね。ゼロスリーの挑発って挑発らしい挑発とこうそうでない挑発との差が激しいというか、さくらのアッハッハとかもすごい挑発らしいけれど、海外にはムーニング、あ、そうなんだ、尻を見せる挑発、それは挑発っぽいな。挑発、わざとじゃなくて、なんかわざとしてるのかと思ってた。 X とはキャラもね、そうね、違いますよね。いやで、あ、そうなんだ、うん、全然いいよ、全然いいよ、気にしない。でねえ、こんなにブランカが多いゼロスリー部屋、本当だよね。本当だよね、確かにブランカだらけのゼロスリー部屋とか全然いないからね、普通はね、普通はね。触りやすい位置にある、あ、そっか、パッドでやってんのか、パッドでやってんのか、あ、それはすごく大変だ、それは大変っすな。そっか、パッドだと今目の前にパッドは使ってないパッドあるんですけど、猫猫はアテコンは購入しないのかな。
けた、レベル3が負けた、弱い、このレベル3負けた。あ、また補欠を書いたわね。押しちゃうんだね。あれね、設定で潰せなかったっけ。ブルーさん、こんばんはです。参加しようと思ったんですが、回線相性真っ黒。あらら、あのね、回線相性ね、あの真っ黒でもいける時あるんで、ちょっと試してみるといいかもしれないです。よかったら、あの空いてたら来てください。ちょっとやるだけやってみましょうね。ご挨拶がいいのよ。ありがとうね、ネムアスさん。あー、カラキャンしちゃった。そうそうそう、真っ黒黒でもね、包んできる時もあるし、バリさんでもダメな時があるからね。わかんないよね、あの表示ね。そう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 、あの対戦表、回線表記ってよくわからないよね。そう、バリさんでも、あ、ブルーさんの ID か、バリさんでもダメな時はダメだし、 ID630YO ブルーさん、ブルーさん5、5、ニコニコ5。ブルーさんって最近アニコレされた方ですか。なんか ID は見たことがない気がするんですけど。お、アドンだ、アドンだ、アドンだ。エボロクさんのお気に入りのアドン。さっき森桃さんが、ゲームすごく強い方ですね、がちょっと入ってきたけど、抜けた感じ。あれかな、もしかしてこの配信を見てくれて、こう空気読むというか、抜けてくれた感じかな。銀河ナムさん、ありがとうございます。ウルトラブランカさん、うんうん、ありがとうございます。こちらこそお久しぶりです。前ね、かなりやってくれた記憶があるんですけど、最近はやられてないのかな。私もね、X ばっかり最近やっちゃってたんですけど、もし03もたまにはサビないぐらいに、ね、やりたいなと思ってるんで、猪狩さんとも約束したからね、03次ね、ちょこちょこやってくださいねって思ったんで。あ、ご無沙汰ですね、ほんとね。一応普通の呼び方を呼ぶと、あの本名をぶっぱなしなんか呼ばないですけどね、ウルトラブランカさんと言っとくけど、ここではね、久しぶり、ほんとに何年かぶりでかですかね。ブランカ戦はあんまりやれないからありがたいんですよ、とってもやれて勉強になって。配信しててこう部屋に人が来てくれるって本当嬉しい。配信して誰も来てくれないことがね、多々あるからね、あんまり配信したくないんですよ。対戦会やってくれるとね、こうね、配信じゃない、対戦が結構入ってくれたら嬉しい。あ、そうですよね、うんうん、4年ぐらい、うん、くりくりぐらいかな、本当。そうで嬉しいです。猫
猫猫頑張ってる、猫猫頑張れ。ちなみにね、ガードするときね、立ちガードした方がね、ガードゲージの削れがね、少なくて済むからね、今みたいなスパコンをガードするときは立ちガードをおすすめ。お、勝った、すごい猫猫すごいじゃん、やるやる。ブルーさん、どんまい、どんまい、楽しくて OK だぜ。グハって言って笑ってるから OK。多分ね、ボタンの設定でね、この尻ほじボタンじゃないの、挑発ボタン、スタートボタンをね埋めるとかできた気がする。多分するんだ、調整するのだ。なんかね、このスチーム版のね、アニコレはね、あのスタートボタン OK とね NG ボタンがね違うんでね、設定し直したもん。プレステの方を丸を NG にして、×を OK にしたもんね。設定を変えました。じゃないとね、部屋抜けちゃうのよ、スッと抜けてしまうからね。あたたたたた、ててててて、よくよくよく、あ、うんうんうん、そうだね、設定してみて、やってみて、シリフォースしなくなるよ。静かになっている、あれかしら、また固まってしまったかしら。あ、ブルーさん、よろしくお願いします。あ、振り分けてきた、うんうんうん。あ、根本的に消すはできないんか、そっか。まあ、押しにくいボタンにね、あれね、振り分ければよろしいよね。
スイカをフラゴンね、わらわきなスイカいいね。一丁キャラが好きだとかいうことはないよね。うどんといい、サガトといいね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。とてもありがとうございます。いやー、なんか使えるキャラが少なくて申し訳ないな。本当にいろんなキャラを使えばね、楽しいんだろうけど。あ、そうよね。今あの03を見た後にサガット見ると、クソサガット見るととても細く感じる。とても細く感じる。細そうとか思って。あれよね、ベガもしかり。ベガも太い。つまんないです。いや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 、すぐないですが、ダイゴブラッチャー本体が飛んでいく。ボディービル、あ、トニー梅田さん、こんばんは。ボディービル世界大会出場前の仕上がり具合パンパン目が確かに仕上がり具合がね、なんでこんなに体型が違うんでしょうかね。チュンディはあんまり変わらないのに。チュンディのこの服はストゼロが出た時泣きました。これチュンディじゃないみたいな。でももう見慣れましたけどね。あちゃち、ブランカの超必殺、あ、スパコンはあの戦列客のパンチね。後ろため、前、後ろ前、パンチ。
だった気がする。そう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 それそれブルーさんの言ってるこれこれこれ、うん、前後ろ前のでパンチかな。それでガウンってこうやつとでスイカが斜め下あれはね破産転送客とかダブルサマーダブルサマーじゃないジャスティスシャマーサルトジャスティスコマンド斜め下例えばドワンピーだったら左下ため右下左下右上キックがスイカだった気がする。むずいよむずいんだよとてもむずいんだよ。あそう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 グランドシェイプローリングそんな名前だった。そうねさすがブランカ使いさんが分かっていた。技名とか全然覚えてないから自分のキャラ以外は。そうそうそうトロピカルハザードねあのスイカねスイカスイカ言ってるけどトロピカルハザードですね。あのねトロピカルハザードのそのあれはコマンド難しいですよね。あの破産転送客とかサマーソードジャスティスのコマンドのマキビさんとかよくできるな。ね、面白い技だよね。こう見た目的に面白いスパコンとかっていいな。面白いよね。なんかこの間の03全国大会の時にあれカヤマンがスイカフィニッシュしようとして失敗してチームメイトにすごい叱られてたんだったっけ。なんかそういう一コマがあった気がする。うんそうだね。猫猫あのいろんなキャラ使ってみてまさかのザンギとかもしかしたら肌に合うかもしれない。癖があるのは、ガイとかゲンはね癖があるっていうか難しいかもしれない。うん、ホンダとかもね面白いかもしれないね。もだけどね、あんまり強くないキャラ、あの控えめに言ってあんまり強くないキャラなのでね、難しいかもしれない。怒られて当然。いろんなキャラを使ってみてあとミカもおすすめできないかな。難しいと思う。とてもキャラデザインがあるからそういうことなのかな。確かに出ない。
し当てたごめんねタイスイカ。よしこれでね、あのウルトラブランカさんはきっと明日いいことがある。ごめんね、遅らった。きっといいことがある。こうソシャゲのガチャで当たるとかいいことがある笑ってくれた、ありがとうございます。どうしようどうしよう、どうしよう、本当にあれや、使えるキャラが少なくて申し訳ない。こういろんなキャラ使えて楽しい、ありがとうございます。喜んでくれた。出そうとしてピコピコしてるけど普通波動になってしまうんだ。いやーとチュンリー以外のキャラが本当ダメすぎる。どっちが自分のキャラか分かんなくなるやつ。チュンリーにはね、気候圏があるんだけどね、全然使えないからね、もうやめた方がいい。もう硬直がね、ひどすぎてね。使ってみた。見てからね、飛び込まれちゃうのよ。最後のね、削りの1ドットの削りの時とかにはね、いいんだけどね、気候圏ね。あ、ブルーさんありがとうございます。あ、マキさん対マキビさんを見てるようでそっか、あ、マキビさんもね、青いナッシュだもんね、色がね色的にはって感じ。転生力はしたための上キックね、サマーソルトと同じね。転生逆はね、あれ転生逆だよね、上に上がるキックで蹴り上げるやつよね、あれはそうしたためよ。
あ、破産転生のこと？スパコンの？スパコンのあったらブルーさんの言ってるやつだね。斜め下ためからの難しいやつ。あれあれか、吊り下がってる時に攻撃しちゃダメなやつか。そう、難しいやつ。気候圏が波動コマンドの、あ、波動じゃなくてね、ヨガフレームで、後ろから来るってやつね。スイカもらっちゃった、ありがとう。食べたかったけど食べさせてはもらえなかった。三転生はね、なかなかね、当てるの難しいからね、こう、あの、二馬車で、こかされて相手が飛び込んできて、二馬車で破産出すとか、あとね、あれがね、コンボで、相手が地上受け身でコロコロって転がってきた時に、壊しキャンセル破産とか、そういうの使い方をすることが多いかな。生破産を当てるのはなかなか難しいかもしれない。スイカゲームね、なんだろう、あれ、何、あのスイカゲームってやってる人多いけど、なんか面白いな、あれって。すごい楽しそう。あれ、スチームだっけ、プレイステだっけ、なんかやってる人いるよね、スイカゲーム。そう、あの、ツイッター、あの、X、やだ、X って呼び方嫌い。ツイッターの、そう、タイムライン見てると、スイカゲーム結構やってる人が多くてね。面白そう。ちょっとやってみたい気がするけど、お高いのかしら。300円ぐらいでダウンロードできるんだったらやりたい。すごいこと言ってみた。よし、ちょっとそろそろバスターさんが何も言わないけど、ちょっと対戦したがってると思うんだよね。ちょっと明日からね、明後日からなんかアメリカに10日間ぐらい出張で、しばらく対戦できなくなっちゃうから、やりたいと思うんで、じゃあちょっと次負けたら終わりにします。いや、次負けたらってのがいいかな。 次の1試合で負けを終わりにしようかな。あー、ブルーさん、ほんまほんま、ブルーさんはキャラはあれなのかな、いろんな、今まだいろいろと使ってみてる段階なのかな。メインキャラはとか、さっきサガといい感じでしたよ、すごく。お、猫キャミー、猫キャミー、なんかキャラ的には猫さんにはキャミーが似合いそうな気がするけれども、なんかでもブランカをすごい生き生き使ってらっしゃったからね、え、やさげかもしれない。あとナッシュとかしてて勝手によるリアットマンやられたりして、ああ、そう、なるほど、そういうことですか。ふん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 。
庭用でね、リアトモとできる環境の方は羨ましい。じゃあちょっとウルトラブランカさん、これラストのゲームに私はします。ちょっとバスターさんがね待ってらっしゃるんで、ラストラストで私は抜けます。あ、そうだったんですね、昔からやってらっしゃったんだ。勝っても負けても抜けますね。鉄が当たったよ。2人とも光ってる状態。ストゼロを実用し、ストゼロバディスが、ありがとうございました。じゃあ私は抜けますね。ちょっとバーサーさん頑張ってるんで、すいません、どうもありがとうございました。対戦してくださった方ありがとうございました。あれですよ、あとコメントくれた方も本当ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは、またね、猫猫最初から最後まで言ってくれてありがとう。はい、高野爪さんもありがとう。あ、ずっと最後まで見てくれたんだ、ありがとう。ブルーさんも対戦ありがとうございました。またよろしくお願いします。では皆さん、おやすみなさい、というかおやすみなさいかな、この時間おやすみなさいで10時間かな。はい、ありがとうございました。ではおやすみなさい。ではでは。